はい、皆様こんにちは、河合でございます。今回は、関さんにですね、新しいランチメニューの商品開発をお願いしたいと思います。はい、というわけでね、本日もよろしくお願いします今回の動画で上げさせていただくことの内容は、以前僕がとんかつ響さんの動画で、林 SPF っていう豚をいただいたんですけれども、めちゃくちゃ甘くて美味しいのよ。で、この度ですね、ありがたいことに野瀬社長のからのですね、恩恵がありまして、実は弊社でも林 SPF の豚を仕入れることができました。で、せっかくなんで、上野毛五香は炭火焼きっていうのはですね、売りにさせていただいているので、美味しいタレを使った豚丼を作ろうかなというふうに思ってですね、ちょっと今日は参ってみました。もちろん今回作るタレっていうのはご家庭でも作れるような形になっておりますので、まあ、動画上では炭火になってますけれども、フライパンでそのタレに合わせて焼いていただければ、同じような形の風味はね、どうしてもちょっと出なかったりするんですが、同じような味わいは作れると思いますので、その点をぜひご理解していただいた上でご視聴していただければというふうに思っております。はい、というわけで、ね、材料の方をご説明していきます。まあ、今回なんですけれども、この林 SPF のこちらは肩ロースでございますね。1人前3枚ドーンと乗っけます。で、それからその丼の上に乗せる長ネギと、タレに使うですね、リンゴはお肉のね、柔らかくするとか、広がりとか、そういった効果があるので、リンゴさんを取り、あとはちょっとランチメニューということなので、ちょっとね、パンチを効かせるために、ちょっとニンニクを効かせようかなと思ってます。で、調味料の方はですね、濃い口醤油、それからお酒にみりん、それからお砂糖と、こちらはザラメですね。まあ、結局ザラメを入れるということは、まろやかな、ね、甘さを出すためっていう、まあ、パンチの効かした甘さとまろやかな甘さっていうのもブレンドして作り上げていこうかなというふうに思っております。では早速やってまいりましょう。はい、それではね、鍋の方に分量の砂糖を入れました。お砂糖とザラメを入れたところにですね、お水を入れて詰めて、で、カラメルを作ります。で、まあ、これザラメってなかなか溶けづらいんで残ってるんですけど、ちゃんとこう火にかけていただいて、しっかり溶かして、で、詰めてトロンとなるまで詰め上げていきます。で、ここ重要ですね。で、このトロンとしたところが結局すべてタレの中でお肉に乗っかるので、ここで詰め上げておかないと、お肉に対して照りというか、あれがなんか出づらくなるんですよね。で、その間に周平君にはですね、リンゴとニンニクの方を切り下ろしてもらっていきます。まあ、粗い感じでね、皮ごと、リンゴさんを取るときはリンゴは皮ごともう下ろしていただいて OK です。少しずつ色変わってきます。これも結構いい感じに仕上がってきてるかな。今まだ熱々なんでこんな状態ですけど、これ冷めたらトローンとすると思います。はい、じゃあ一回ここで火を止めます。まあ、おそらくもういいんじゃないかなと。大体まあ3分の1詰めっていうぐらいですね。で、ここに、次醤油とみりんと酒を入れて、それから先ほどのすったりんごとニンニクですね、入れていきます。これで火にかけていきます。砂糖とだけの甘さになってしまうと、まあ、どこか、なんていうんですか、角がどうしても出てしまうので、こういった果実の甘さっていうところを取って、なんかもうちょっと和食の美味しい料理に変えていきたいなというふうに思っております。で、切っていきます。だいたい5ミリ厚ぐらいに切ろうかな。どっちにしろこれ焼いたら水分が抜けるので、水分が抜けて3ミリだと結構ペラペラになっちゃうんで、この林のね、SPF のこの豚の甘さが半端ねうまい。はい、こんな感じでお肉の方完成。で、長ネギなんですけれども、これね、普通によくある白髪ネギって言われる切り方ですね。で、なんかすごく丁寧に切るっていうよりも、ちょっとなんか気持ち
あのラーメンのさ、ネギトッピングの時のネギぐらいのなんかこういうイメージで、大きさ長さ揃えていただいて、ちょっと半分に切ります。でこのぐらいの大きさだと多分口の中の邪魔にならない。でこれじゃあ水に落としていきます。はい、そしたらね、お肉の方に薄くした味をいたします。まあタレでしっかり食べさせたいので、これは、まあ、あくまでもお肉に下味を打つと。で黒胡椒を最後にね、仕上がりにのせます。これちょっとお肉ね、僕手切りでいってるんで、少し目方が全然、なんか 200g のイメージだったんですけど、これ今実際260、測ってみて 260g ぐらいだったんで、もうちょっとボリューム感は少ないですね、実際は。でここから先はあとはフライパンで炒めるバージョン、もしくはうちの場合はここの、どこの場合は炭火があるので炭火で、でまず最初そのまま素焼き。すげえボリューム。もしご家庭で出られる場合は、先ほどの分量の、でもおそらく5分の1ぐらいのタレの量を合わせていただければですね、多分ものの10分ぐらいで、仕上がるんではないかなというふうに思いますし、焼くときはもう普通にそのタレ、お肉を最初下焼きして、ある程度お肉に火が入ったら、出来上がったタレをじゅわーっと入れて、詰め上げて完成というような感じで、出来上がります。ぜひお真似していただければというふうに思います。いいねー、これ絶対うまいわ。いい香りだなこれ、半端ないね。ある程度焼けてきたら片面ひっくり返します。いいよね、油の乗りが。マジ熱い、マジ熱いぜ。バーベキューしてるみたい。ふざけんなよ、見てくださいよこれ本当に。僕このちっちゃいのやったんだ、この長さ。やばくないですか。で、このタレをですね、特製のタレ、ここにある程度焼けてきたら、ジュワーかき、つけ焼きですね。うぅ、見え、で、この状態にこれについても白あんに取りません。で、黒胡椒。で、ここに黒胡椒。で、最後にこのタレを。どうもね、荒々しいドブルゲージ。で、最後に。卵ですね。で、これで完成。で、ちょっと。ありがとうございます。いただきます。リアクション大事だったよな。炭の香りも乗っていて、豚肉のですね、甘みがすごい特徴的なお肉だと思います。本当に美味しいです。ありがとうございます。林 SPF 自体がさ、マジで美味しいお肉なんだよね。うん、うん、これやばくない？ネギがさ、うん、本当そのお砂糖だけの甘さではなく、ちゃんと
材の果物果実の甘さがしっかりこう合わさっていて、でまだ周平が言った通り炭の香りがあって、でネギを下にこう引いたことによってクタッとなっている感じもこう一体感で、マジでいいわ。七味唐辛子をがっつり入れたなんかマヨネーズ膨らむわこれ。じゃあ川合さん最後一言。はい、ぜひ豚丼も旅に旅の芸能動こうまでぜひお越しくださいませ。お待ちしております。というわけで本日の動画はね、この辺で終わりにさせていただこうと思っております。それでは本日の動画は最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次の動画で会いましょう。ではまた、グッバイ。ありがとうございます。大丈夫ですか？撮れたかある、これ大丈夫？ちゃんと撮れてんの？